それでは初めてお目にかかる方も大勢かと思いますけれども、麻生太郎です。どうぞよろしくお見せください。え？そうでしょ？あ、違う。だいぶ頭の下げられ方も上手くなられたんじゃないですか。いや、青年会長の時覚えましたね。お辞儀の仕方っていうのは、青年会長は僕は選挙でしたから、その時お辞儀の仕方覚えました。昔と変わんないんじゃない？そっちの方は。その吉田茂の孫というふうに言われることどうですか？マスコミの人の感覚は古いなと思う。うん、今の若い人にとって吉田茂って言ったら、あの人ぐらいの年齢になったら、そうだな、高杉晋作か伊藤博文ぐらいじゃない？今の若い人にとって、吉田茂っていうのをみんな言うけど、そうかね。どういった政治家に？人に嫌われてもいいから、やっぱ日本の方向を間違えないような政治家になりたいね。あんまりマスコミに受けた人ってのはあんまり偉くなった人ないもんな、後で。だからそういった意味じゃ、やっぱりそうだな、いくら嫌われても石本追われるがごとくなってもいいけども、やっぱり後で国会議員として日本の方向を世界の中の日本という立場で間違えずにやったっていうのが、あの男だったなっていうのは歴史に残ってくれさえればええな。ぜひ長い目で政治家として育てていただきますようにお願い申し上げました。